まあ、レースに出走するということで、さあいよいよですね、ドラッグレースが、始まりまして、いつもお世話になっております JMC の鈴木です。今回はですね、試作の L 型ヘッド火入れを行いましたので、その映像をご覧いただきたいと思います。これでだいたい5000回転ぐらいっていうことで、そんなにこうバンバンやってるわけじゃないですけど、まずは無事にエンジンが回るというところまでこれで確認できたということになります。でさらにですね、今回は実際に走行している様子もご覧いただきたいと思いますけど、実はJMC ヘッドをですね、搭載したヘッドが、レースに出走するということで、我々のこのプロジェクトに協力いただいているプロショップ中川さんですね、ここに搭載してもらった車で、Z で実際にエントリーしてきましたので、その様子もご覧いただきたいと思います。JMC ベースレストアプロジェクト営業担当深川です。本日は、ツインリンクモテギにですね、ドラッグレースの、イベントの方に、来ております。名前はストリートシュートアウトというイベントになっておりますが、本日ですね、JMC ヘッドを積んだフェアレディ Z が初走行ということでですね、非常にワクワクしてますんで、後ほど紹介します。スポーツカーから、アメリカまでですね、幅広く、今日はレースが行われるということで、非常に、楽しみな感じになっております。はい、こちらがですね、本日 JMC ヘッドを積んだプロショップ中川さんのフェアレディ Z になります。ついに、搭載された JMC ヘッド、実際、部品としてしかまだ見たことなかったんですけども、こうやって、車に実際ついてですね、搭載されると非常に、壮観な、感じになっております。さあいよいよですね、ドラッグレースが、始まりまして、先頭に止まっている白いフェアレディ Z ですね、 JMC ヘッドを積んだプロショップ中川さんの車になりまして、非常に、どんな走りをするのか楽しみです。中川さん、2回目の走行が終わりましたので、感想を聞いてみたいと思います。いかがでした か、いいですかね。とりあえず早いのが一番、具体的に早いのは前のヘッド、自分のオリジナルのヘッドよりも燃料が入れれるんですよ。3ポイント以上入るから、これ、ほんまに一発目のというか試作なんで、まだ詰めるところ、私の意見がちょっと入ると思うんですけども、またその辺についてもらえれば、はい。
からまだ伸びるんだね。お待たせしました。オープン8802城西選手、800中川選手、901花上選手。さあいよいよ決勝が始まります。周りにみんな集まっておりますけれども、これをしてスタート地点まで行きます。惜しかったですね。まあ、次回の改良品ではきっと優勝できると思います。いや惜しくも、結果は準優勝という形だったんですけども、いや非常に素晴らしい、走りでした。来年の2月のですね、改良品の方に向けてさらにブラッシュアップして進めていきますので、よろしくお願いします。はい、というわけで今回はエルガダヘッドの初の、まあ、レース出走ということですけど、いかがでしたでしょうか。まあ、この後ですね、一回やっぱりこの後が大事で、まあ、一回こう反省会じゃないんですけど、まあ、次にどういうふうに改造していくかというか、まあ、修正していくかということを、またやっていきたいと思いますので、それもぜひご覧いただきたいと思いますので、お楽しみに。